急流バスは、香港のバス会社、新し広し基地さんに属している。香港の最初のフランチャイズバス会社、最大のバス会社で、約3900台のバスを持ち、香港全土にその路線網を広げている。急流自動車、運転士が意識を失ってしまったことが原因。MTR チムシアツ駅へ一出口前に、歩道突入事故があった、歩行者一名が死亡。 2018年2月10日、砂田競馬場発大保育の2階建てバスが、幹線道路上で横転。19人が死亡、数十人が負傷する事故となった。2019年12月18日、ワンチャイ発コナミ駅の2階建てバスが、高速道路左側のガードレールと道路外の樹木に接触事故を起こした。死亡者6名、負傷者40名。 二階建てバスを中心に、アレクサンダー・デニス、ボルボ、マン、ネオプラン、スカニア、などのヨーロッパ製車両を導入している。香港では、最初に冷房付きバスを導入した会社で、1988年にレイランド製の車両を導入した。一方、比例防車も2012年5月まで使用されていた。急流バスの比例防車引退の結果、香港のバスは、 全車冷房車化を完了した。また、中型バスとして、三菱不走エアロミティ MK を多数導入していたが、こちらも2012年までに、全車引退している。またごく短期間ながら、三菱不走エアロスターが一両在籍して、試験運行されていたことがある。ありがとうございます。